あ、テステステ。それでは、11回戦準備ができたら始めてください。始めてますね。第80回スパフォーの乱馬と、本日優勝者はニューシマウタさんの豪気となりました。対して指名されたのは川西さんかな、川西さんの竜とグランドウォリアー VS ウォリアーの11ヶ月となりました。ちょうど出てきた息吹、ちょうど最強の息吹がやってまいりました。答えは見ていきましょう。第1試合1P 側がニューシマウタさんの息吹、 2P 側が川西さんの竜。まず波動を打っていくのは川西さんの竜。どう息吹に立ち回っていくのか。スライディングで球を抜けてくる。足払いから大きめが始まる。バク転、まず一回抜けてジャンプで距離を離して、絶妙の間合いをキープしながら、おっと中足波動をあそこで当てる。体力リードは川西さんの竜。ここで球抜けてくる。体力一気に巻き返して置き攻め、表からあのクラスが怖い画面端裏から入って一気にスタン、早いな。コンボで締めて補正が低いのでダメージはほぼ入らず、少ないで締めて波動、ゲージが2本ある竜、ウルコンボ溜まっている。まだ全然わからない。最後刺さって取っていくのはニュースマートさんの息吹。2ラウンド目、絶妙な距離で止まってる。お互い歩きながら距離を調整していく。セリを溜めてバックして、お波動ある見てからなんですかね。室内で先制しながら画面端まで追い詰めていく。これ灼熱で、あーセリが勝った。こっちならず、おーっといろいろあってなんか息吹が勝ってる。あースタンしてる、すげえわ。あーミスった。竜巻も当たらず、体力ほぼドッとないにしたー。頭は抜けてる、強いな。取っていったのはニューシマウタさんの息吹。さあ11月、まず第1試合取っていったのはニューシマウタさんからの第2試合。川西ハードを打ち合って、打ち合って打ち打って、セーブ。さあ当たったのを確認してから、そっちへ落としている様子見くない。これは序盤からしゃがみ交換から、そしかしこいつは突っ込んでめくっていく。この置き詰めが非常につらい。これは表キッチンガードしている。ハド中近距離の立ち回り、何が通る。おっ、奥攻め、セリで逃げる。下がりながら立ち回る川西さんに対して、じわじわと前に攻めていくニュー島田さん、島田さんの息吹。なんでさきちガード、体力はほぼ状況ゴーブめくる。さあ残りカウントは30カウント、キャッシュアシト。さあこの中段ガード DX ハードは投げている。垂直ジャンプ投げ、さあしかし恐竜セディメイツ。第1ラウンド取っていったのは川西さんのリュウ。続いて第2ラウンド、2段目が当たってきっちりヒット確認して、奥攻め、さあ昇竜、これは使って一気にピヨって、さあ奥攻め一気に決める。第何度島田さんが取り返せ。第3ラウンド、こっちガード、
さすがだい。めくり竜巻当たる。いくない。さあ距離を調整しながら、すまない。これガードしていれば壊し。さあ中スタ、さあ最後はイエクサハード2連続。てかガチョウ来たんでね、実況して帰りたいと思って。ゲームじゃないんだ。はい、で、バダゴンが息吹で川に切れてやってますね。川に切れてる。さあ、今状況が1-1、3本目ですね。いい勝負してますね。リュウさん、息吹、もう有名な大会でもよく見る組み合わせですけどね、ショートではどうなんでしょうか。さあ裏表、ジャンプチェックがちょっと使った。さあダッシュぶっ込んでいく。さあ暴れ潰しなし払い、これも全部ガード。しかし体力差結構広がってる。キュータルが弱いほど、これ波動一発結構減る。さあ一発で波動一発、これが単発なんですけどね、減りますね。さあ対空で起きてるやん、恐竜使ってウルトン、さすがに強気の中恐竜をまた戦わす。これ体力残り1割、大きい全命は、また様子見て、さあ島でちょっと支えない、ハドパスが落ちてしまう、画面端を閉めた状態だが、イブキ前出にくい、ちょっと強気に波動と中和波動打っていく、さあ大悟進めて、裏に回る、これはお互い使って、ただイブキ誰かにだいぶ削られる、大悟ぶっ込んで、さあこれ困れ、おっとも打ちたが、諦めない昇竜拳が空振りに終わり、タカハン、エコンとたなしまた。さあお互い様子見、さあ使ったところに足払い、波動がさっき一発削り、あ徐々にじりとした地上戦、上は相当通せない。さあこれ確定か、進化波動拳相打ちだがかなり体力大幅にリードできる。そして壊しからしっかり立ち番つないで、さあワンコンボ置き攻めは明らかに裏だが、からバレてほしい。さあ投げはグラップ、キックキック、足払いをかかして、被害はバカしてかかして、これは被害なし。また地上戦に戻るが、体力リードは竜、しかし真空波動でゲージを吐いているので、ちょっと息吹が攻めたい方。よしよし、一発波動一発、よしよし、波動ぶっ込んでいく。さあ一気に体力奪って攻めよ、これは1、よしよし、波動ステップからの、よしよし、波動がよく効いている。さあ上はしっかり落として、さあリターン取って押し込みは暗い正面、さあ食らっちゃった、しっかりジャンプキャンセルと。さあしかしこれは死に気がなくてもスタボンがある。フィニッシュはこの KO、 対空一発からの置き攻めで即死してしまった。あ、これは大きかったですね。やっぱり上はそうそう通らないですね。いいところで通した、飛んだようにも見えたんですけども。さあこれで 2-1。 It's the battle of the century. Fight!さて4本目、再び挑戦か。さあ息吹はゲージを貯めていく、白ゲージに気をつけて、さあ上通す、これ暴れ潰し、さあコンボにはならず強勝利で割り込む、白ゲージごと振ってます。そこで踏み込む、すかして踏み込む、足払いを狙うわけではないのか。さあこれ一つバチトクス、さあ喜ぶ、さあお互い一足が相手する、竜の踏み込みをどう勝利していくか。さあ中盤潰すがキャンセルは仕込んでいない、めくり竜が一発通すが、そこにターンは取れない。さあお互い一回入れ替わって再び千代戦、少しずつ押しているない動き、上はしっかり落として中距離で隅からウルコン、ベッドアドバイスまで押し攻めは強竜巻で近づいて、さあ息吹を逆タク、壊しが通るが取られたな。さあ中足一発で、さあもつれて歩き投げは外す、息吹、さあこれ、さあこれも歩き投げ外す、ヒットはしていたが近くにせず投げに行った。ここが強勝力再び、さあお互いの中段が噛み合って勝ったのは息吹、起き攻めのクライはクリーンヒット、そして中盤中足からしっかりジャンプキャンセル、ウーコンゲージを使わずに最大を取っていく。さあ1本目逆転しましたね。お互いの中段が噛み合ったのが痛かった、竜の
集合強いんですけどね、いぶきのまあ歩き投げが多かったですからね、その前の選択肢にそれを警戒しての毎球ピッカバルだと思うんですけど、さあこれは背尾を見てから勝利できます。バックステに EX クナイを当ててゲージを吐いていく、着実なガード、さあゲージ竜ゲージ全部吐いて、さあステップ、どこでステップを通すか、おっとちょっと跳ね返ったか、竜巻暴れになった、さあこれも投げ外す、クナイ暴れからフレームは悪かったかな、投げでごまかして中段ガード、さあ画面全部出てるナイブキー、竜も成功する、波動で押し返す、さあ中足これは飛んでいない、さあ波動も変わってマイクキック、さあ画面端 EX からコンボ、さあこれ勝利は割り寄っていた、これはあーちょっとウルコンミス、タイルが残ってしまう、最後からゴリ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 と、さあもう失うものはない、そこで投げ暴れ、勝利を警戒させての崩しだったが最速の投げ暴れで負けてしまう、さあこれで 3-1、 さあ5本目、さあ先制したナイルキー、置き攻めはこれ明らかの正面だったが爆してしまう、補正切りからの暴れ飛びしだったがこれはガード、さあ中盤これはカウンターしたが特に足らない、シワシャドウで1回押し返す、押し返す、さあ1回下がってゲージを食べる、無理はしない、また地上戦だが少しずつ息吹が押す、竜がステップで押し返す、ここは狙ったか、さあ目端アープシワシがスカって、おそらくセリを見てからだったがスカになってしまって、さあここは息吹ハドで繰り返す、お互い強気、さあ縛りで爆して勝って、これはクナイ当たる、さあいけるか、おっとこれはウルコンじゃ死なないから置き攻め重視と、めぐりキック補正がきつかったからですね、これはウルコンに行っても死なないと踏んでの置き攻め重視、1本取って2ラウンド目、さあ灼熱ゲージ入っていく、しかしこれが直接なりきたりにはならない、でゲージがないと安心して蛇を打ちやすくはなりますね、中足昇竜中足竜巻はあるんですけども、さあ毎中キックの装飾が少なくて足払いが刺さらないですね、波動をくぐって、さあここは足払いで暴れる、暴れ苦しい、しっかり中足一発、中足波動ゲーム、さあ中足反発技で押し返していく、置き攻めには何としても行かれたくない、ここで行くときの中足パンが刺さって置き攻め、さあなんかもつれて画面足に追い詰められて、さあ灼熱で暴れるもここでヒット、さあしかし追撃はない、カウンターだったか、さあシャドウ中足これにセミ、さあこれには何も仕込んでいなかった、波動だったらワンチャンカウンターだったが、さあクナイ近づくなってしまう、ヒット確認から置き攻め重視、バックステはしっかり狩る、さあシャクトは死なないか、ここ打つ、さあ灼熱暴れてこれは重なっている、受け身を立ったのが重なる、しかしこれウルコンにが隠ってたようにも見えたが、1本取り返す、これは削りになっている、ガードしてしまいましたね、さあ波動で強気に押すんですが、イルキがどこでそれを裏切ってくるか、ストライクしてないで1回ゲージを入って、これはスカになるが、あっこれは刺さない、着々が立って押し返す、しかしが徐々に画面が強くなる、さあタートルテンポがこれは見てから、さあこれですね、押し返す竜の行動をどこで割っていくか、歩きで寄っていくのはイルキ、さあステップはこれ取れない、さあお互いもつれて1回下がる、画面位置を入れ替えることに成功、体力も大幅にリードしているのが竜、さあ少し息吹にはゲージがある、ここでぶっ込んでいく、あっと波動手がかり潰したがコンボにはいけず、コパンの目押しを見せセビーチ、これは当たってない、バカしてサイクセクネ入ってゲージャー、これはサイクズムシのタンマキ、さあうまくいなしていくわ、ワンちゃんが怖い、さあ今週強勝利しっかり見ていた、からの強気の中盤、保険はないんですが強気に打っていった、ここで流れを取り返したかったが、さあこれで本数は 4-2、 さあ置き攻めのガード率にも注目していきたい、さあこう振っていく、飛び上がりに下がって、さあリードしていく、読み合い読み合い、さあゲージを貯める、ウルコンニが飛び道具を抜けるんでゲージためも相当プレッシャーになる、さあセブイチでリターンも取りつつ、波動無理はしない、ガードでいいところはガード、さあウルコンゲージももりもり溜まって、まず序盤は息吹がダイブをしている、波動一発波動で押すしかない、さあこれ調子カウンターとしてが繋がらず、さあセビオステップ投げ、裏元は少ない、表投げから、さあ首折り押し攻めはひめくり、少ないじゃない、さあ画面が強い締めて、ここは今度最大でピッしっかり決める、さあこれ死ぬか、さあこれはさすがに死んだ、ワンチャンのリターンがでかい、
前捨て投げから一気でしたね。一本取ったな、しまった。灼熱で押す。ゲージをこまめに灼熱に入ってるがために少したまらないのが辛い。さあ、しかし灼熱を2発もしっかりやって、リターンは取っている。押し返す、押し返す。アドンドンが押す。さあ、ヒット。これ耐えるか、半分もう奪っている。悔しい。さあ、中足でハローケン投げたるか、半分。いえ、これは落ちない。めくり立つ負けは打ち落とすまでなかなか落とせない。足払いで暴れる。あー、中足スカに踏み込んだところは足払い置いていた。浅くない、これは捕まらないか、捕まらない。足払いが、これは片半。さあ、さすがに足払い暴れ多かったんで、ここだけリターンを取っていきたかった。さあ、回ると、しっかり反撃を決めて、さあ、耐える武器に5割持っていく。浮き止めは、おお、移動重なってないが、少し忘れさせて、なんか暴れ潰しになる。しかし、着実と押し返す。セルフのガード、しかし、中足波動で一気に削る。割り込みを警戒して波動を打たなかったんですが、息吹も固まっていた。このままもつれて中足がヒット。しかし、またしても最終ラウンド、ゲージを持っていったのが息吹。ここがどう出るか。さっきは、ゲージをうまく消費させずに、使わせずに終わらすことができたが、これですね、中足に突っ込んでいた。前足を読んだらいかか。さあ、起きてみよう。銃先重ね。とりあえずのリターン。おっと、惜しかったが、これは直接リターンとれず、投げ走りになる。あっ、中盤、中足つながって、さあ、ここで攻撃を当てる。さあ、これは間に合わない。引っ張った巻き、置き攻めは、画面位置を入れ替えることを優先。中盤を波動潰す。中盤、さあ、押し返しよい。さあ、壊して、割っていく。さあ、そして油断したところに前足投げ。これは追加入力のない方だった。中盤はガード、そして昇竜アブレとガード、お互いガードして、ゲージを吐かしたのは雪。さあ、遅れ。さあ、お互いテル君残りなくなってきた。ゲージを大量に温存しているな、武器。さあ、画面を使ってゲージを食べながら後ろ下がっていく。どこで灼熱を使えた、ここ。さあ、おぎで目はしっかり抜けたぞ、ガード。ハード、ハード、危なかった。さあ、様子見されていたら抜けていたかといったところですが、強気の前足に波動がぶち当たる。これなんとか取り返して 4-4。一気にゴムまで持っていきましたね。古来から伝わる数え方なんですけどね。正の字を書いていくっていうね、三角目にして4って呼んでました。すいません。さあ、これで 3-3 で平野7本目。さあ、波動、波動、波動の単発ダメージが非常に高いですね。さあ、クナイごと強勝利で落とす。さっさたりなんでちょっとダメージが安いが、しわした波動を食って、しかし今度には至らない。しわした波動拳どんどん押していく。さあ、だいぶ強烈が龍側が。さあ、ここ、あー、対空から押し込みを見終わって強勝利誘った。さあ、今度裏に回って反対に対した画面差し位置ではないのか。しかし、裏表止まって、さかなし、さ、削り切って見ていたが、うるこも使わない。さ、フルにゲージは使っていくが、最後は決まらない。あー、飛行機の強勝負だったから何も重ねていなかった。読み合いがちょっと一周しましたね。かなり距離は浮いてたんですけどもね。さすがは、さすがに灼熱読んでいた。さあ、攻めを買って、お尻の継続。耐えるか、半分。すぐ先に下がる。画面端追い詰めたか。さあ、お互いまた地上で読み合い。息吹が押していく。そして上。さあ、下か上か。龍はどっかで押し当てるか。さあ、これ波動に蹴りに合わされる。今度はミス。波動拳、波動拳、タイグ。さあ、これは肩たり。ジャンプだけ当たる。さあ、波動は横見ていて、クラッシュヒット。さあ、ロックして、これで言う、勝ち越しですね。4-3で、また打ち。勝ち越しに成功。さあ、押し返すのにかなりステップ中和した波動拳多めなんですよね。次はどう出るか。さあ、はい、どう。さあ、セビも怖い、マイチェックも怖い、スライディングも怖い、といった龍側ですけども、息吹がもう完璧してくるはずのダメージが怖いですかね。さあ、集中力、上と波動をさばきながら、地上戦をする集中力が重要ですかね。さあ、お互い息を入れ替わって、さあ、強気に前出すぎて、全部当たる、全部当たる。さあ、これ投げ返した、このワンチャンがでかいぞ、亀橋、亀橋、維持したまま、さあ、5番割れから、あーと、反対回る、あ、しかも当たってしまった、画面に切り入れ替えの竜巻だったが。慌てて当たってしまった。おっと、カウント。浮き攻めは少ない。あっと、ヒット。さあ、ワンタン。しっかり今度。さあ、これ浮き攻め当たると、ピオリッチだぞ。あー、それぶりにエクショル。少し振り向きやすいエクショル。
府内ならどうなっていたかという感じですけども、なんとかしのいだ。ピオリーチ&ウルコン持ちでしたからね。さあ、削る。大ボス、あっと2段目だけ。これでセビジからの1段目まず1回成功。さあ、2回目バックステー、これは見てから。ピオルがかなり補正がですね。ここチョイスはどうする。基本コンボから大きい攻撃重視。さあ、これもヒット全部ヒット。大きい攻撃ゲータルゆえんですね。ガード率3分の3全部2人。さあ、そして増えてヒトマグリンからスパコン結構減って半分。早めに現象入っていった。あとちょっと差し替えてない。スラスカスとこには成功したんですけどね。そしてハローでうまく押し返す。しかし息吹、これは焦る必要がない。じわじわといく。ゲージが溜まる前なんとかしたいが、あーここでストーリーのハローをスライディングで潜られる。コンボには至らなかった。ナイスソース。さあ、セビ位置からごまかして、最後ドーッとこれをバックしてかわす。セビを捉えたかと思われたが、さあここで打ちすぎた波動に押し置きのセビに、から基本コンボの攻め。さあ、どっちか。あーっと、セビ前ってなった。負けた。あれは見えない。ちょっと前後移動で怪しい動きをしましたね、ユキが。島田のギルド名が真剣勝負ですね。なんかもうスロップっぽくていいですね。まあスロップじゃないんですけどね。あ、真剣勝負。そんなおかす通りね、じゃんけん裏表がバンバン通るっていう。はは、面白いの、面白いの見せていった。さあ、見せプレイまでやるか。あの技使うとこあるんだね。次、地声でしたっけ。まあ、忍者らしいというか忍者らしいですけどね。あとここ見て、調子だった。しかし、リターンは自分。あーと、カウンターからヒットカードに金橋。さあ、ここはしっかり。わあ、この暴れ、この中間の暴れが強い。あ、ヒット確認。ダウンは取れないが、コンボ灼熱で押して高め橋。お互いお見合い。歩きでは息吹が押していく。さあ、さあ、暴れ潰しになって起き止めは暗い。クラガード。ああ、強しい。これも暴れ潰し。一瞬痛いにはならない。これは間に合わない。アッパー、クッショル。ちょっと殺しきれなかった。一発何か挟めばといったところだったが。さあ、ちょっと。あの、見てからウルコンミスのジャンプか。見てから何かを打とうとしたんでしょうが、飛びに引っかかった感じ。波動拳。さあ、一発。結構少ないが当たって、取り返す。そして、ビニーバックして。波動が当たって、チュアシマタル。さあ、単発で押していく。しかし、ここで波動の伸ばした手に中盤が当たって、仕込んでいるのはユキス。首より。さあ、そして足場でバックを買って、巨匠竜がこれを呼ばれている。画面端なんでリターンがある。これがピオリになって、今度は、そう、ミス。低空行けないのミスか。さあ、ちょっとミスプレイに走ってますが、ワンチャンで画面端、ウルコンまで繋がれる。しかし、投げ、裏表は、正面からコンボの下に忍ぶ。これで変わって、さあ、いくつない。さあ、これで苦しくなったリュウ。もう一回、さあ、削りけない。どうする。手段5バボ。お先です、もう間に合わない。バックステの性能が良い。で、中足が置いてあってカウンター。しかしの中足だったが、もう置いてあった。あ、一本。取り返していく。リーチですね、勝ち越し。さあ、あと中足に中足で差し返す。初中キックの判定強いですね。さあ、首が怖い、首が怖い。頑張って押し返すわ。竜は画面端。ここで一発、中足など、フルヒット。一番で差し返されて、さあ、画面端、ここで暴れ潰しになって、イエスから。さあ、これは苦しい、投げ、置き攻めは、うーらー。表ガード、裏打ちか、弱キックだった。で、10本目。あ、踏んでいく。
ジューガーも結構いろんなところ見ながら波動打ってますからね。ああいう普通のジャンプじゃない行動されるとなかなか落とせない、踏まれてきます。波動拳、さあ背びれ貯める。なんとか息吹の中段やスライディングを取りたいところなんですけどもね、そうは簡単に勝つことになった。これ背びためていて波動確認解放、右からこのリターンさせておくね。バケセ、これは空中くらい助かったが、ダッチョウキックがカウンター、これはコンボになる。チョコも見て、立ち着番が目押しできない。なんとか首の皮一枚繋がったが、強しカウンター、これがヒット。波動ビビらして前捨てだったが、強しを置いてやった。波動拳一発、多少は食らってもたまに抜ければリターンがある。ダウン取ってバックして、これは股間がクリーヒット、コンボミス、なんとか助かる。アサライン、これカウンターになる。そしてクナイが当たって押し目、しっかりコンボ、押し目はクナイ、これはなんとかがどう。しかしゲージがまたこれよりまた貪欲に暴れつぶし、さすがキックだったか、中盤に潰される。裏表正面、さあ裏表の見せかけて治療から、ここで1回置き攻め終了。さあ結構リターンは取った、10番ワンチャン狙ってみたい。ゲージもある、動きはなんとか削り圏内を狙っているか。さあチャー出発、さあ削る、ああ最後スナッタが中盤が浮いちゃった。はい、ちょっと地上戦で負けてるか。なんとか1本は取り返したいが、龍川としては、はい、息吹は今まで通りのペースで倒すことができるのか。さあ強気中段、前捨ても挟んでいく、さあかなり強気、さあエクトラガード、この中足波動がバックステに引っかからないのが辛いですね。中足取らせてるんですけどね。さあゲージを貯める、フルコンゲージを貯める、ない、白ゲージを回復させて、さあまずはイブキのターン、ウルコン2がたまる、さあ波動でゲージ少し削る。しかし足払い刺さって、さあこれバクステは取った、中足がバクステガリに勝って波動までつながる。ウルコンしていく、おーっと光る、さっきもこれは見ましたね。ちょっと竜の蹴りが後ろ下がるんで、通常技がギリギリ潰せる距離でも、さっき中キックに対して蹴りで刺してる模様を、さあこれ中盤仕込みから上行くと、あーっと蹴り前線に化けて、外に至らない。後ろ竜がギターを取って中段まで重ねて、さあ最後リードこれが通し、あーっとコンボミスに強ショルコしてやる、それでて中盤使い可動一発まだ耐える、もうギリギリ、しかしウルコンもある、何でもある。ストップストップ、ここには大技を置いてなかった、波動を抜けるのを優先しましたね。中盤中盤昇竜といきたいところなんですけど、中盤中盤波動といったところはまたプレッシャーのかかる場面なのではね。しかし通った、おっと最後ミス、ちょっとちょっと当たる、そして対空ミス、竜巻には当たらない。波動が上りに当たる、さあ完全に竜のペース、しかし足払い一発、これがわからない、あーチーパー暴れ、今度にはならない、しかし着熱暴れで打っていく、さあ強足当たって、さあ一気に押していく、体力が大幅リード、さあ前に出たところも潰す、さあそしてヒットしてる、首よりぶっ込んでいった、バックってあるか、あーしかしこれは中盤で暴れてカウンターヒット、うまく暴れ潰しが機能しなかった、最後は竜がなんとか一本取り返して、結果は 7-4 で島田が勝ち越しとなりました。おめでとうございます。両者ありがとうございました。